どうも始まりました、はい、今日はいつもジムの中なんで外で気持ちいいってことで、はい、ビヨーンビヨーン多摩川ですね。腹やりましたね。腹お腹ちょっとパン買ってきたんでパン食ってきた、はい、ランチしながら、はいはい、腹減ってしょうがない。ゆっくりちょっといろいろ話していきましょう。なんで話すの？高田さん好きなカレーパンから。カレーパンがウインナーが入ってる。いただきます。なんでこの外で何が話すの？あのハキハキしゃべりましょうか今日は。あ、そうか、外だから聞こえてないんだ、はい、大きめの声で。何今日何しゃべるの？今日は美味しいドンクのパン。ドンクのパン、ドンクのニコタマのライズ店です。あの前回の箕輪さんが出てくれた動画のコメント欄がちょっと荒れてて、僕がちょっと一つ物申したいなと思うのは、箕輪さんがやられちゃったから。箕輪さんがやられたのはもうちょっとそっとしといてあげてくれるんですけど、桜若寿パンチドランカー説っていうのが大丈夫こぼしこぼしあるんですよ。コメント欄読んでたら、いやもう喋り方がやばいとか、これ打たれすぎだっていうのがあって。パンチドランカー？はい。あれだってなるべくも短めに撮ろうっつって早口で喋るような感じでやったじゃん、はいはい、なんで、はい、ちょっと僕はこれは反論したいなと思って、ちょっとこんなことを話そうかなと思って、桜庭和志本当にパンチドランカーなのか検証です。お前もパンチドランカーじゃないかや何発撃たれてんの？俺ボクシングやってる人よりは撃たれてないでしょ。そうなんですよ、あのイメージで。そう、イメージ。あのバンダレーシューバ戦とか、まあ、アローナ戦とか、まあ、いろいろ撃たれてる試合はあって、それは一般人に比べたら格闘家なんで頭のダメージはとんでもなくあると思うんですよね。でも結局ボクシングが一番危ないじゃないですか、正直。ずっとジャブをコツ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 頭もらって、で大きいグローブ で、そうそうなんです、大きいグローブ揺れるし、パンチドランカーって、まあ、もちろん試合でもう何百試合とかもやってて打たれまくってたらやばいけど、正直ヘッドギアをかぶって16オンスのグローブでボクシングとか、まあ、そう今の総合の選手って結構殴り合ってるんですよね。試合で壊れるっていうよりも練習でダメージの蓄積なんですよ。でも桜庭さんはそもそも16オンスで殴り合いとかしないじゃないですか。やんないですよ。ちっちゃいグローブで当てないように、そう当てないようにやってっていう練習だから、基本練習ではダメージはたまらないと僕は思ってるんですよ。まあ、俺とパンチドランカーじゃないと思うんだけど、はい、でだからまあそう試合だな、何試合かでこれ大丈夫ですか？ドランカーの症状で水飲めないとかってよくあるじゃないですか。水飲んだよ、飲んだよ、今飲んだ飲んだ飲んだボタンとかかけ違ったじゃないですか、大丈夫ですかそういうことはない。ないないないです、はい、ダメージもさあるっちゃゼロじゃないけど、まあ普通の人から比べたらね、そんな壊れるような、頭が壊れるようなダメージは僕は負ってないと思うし、うん、そもそも桜庭さんがパンチドランカーでヤバかったら俺一緒に YouTube とかやってないですよねあの練習も行ってないから。そうそうそう、練習もちょっと桜庭さんやっぱやめましょうって言って断ると思うんですよ怖くて、うん、なのでちょっと見てる人は、まあ、書きたくなると思うんですよ。ゴニョゴニョゴニョって喋るとすぐパンチドランカーになるんですよね。あ、ゴニョゴニョってゴニョゴニョゴニョ、そもそも桜庭さんはっきり喋ろうとしてる、まあ、元々元がもう小学校とか中学校の時に神キャラなんで、教科書読まされるのに僕が指さされるとやっぱみんなクスクスクスって笑う。なぜかというと必ず噛むから、はいはいはい、そもそも滑舌がよくなかった。よくない。だってあの UFC の殿堂入りの時の初っ端で自分の名前を噛んでましたからね、はい皆さん心配するようなことはないと思うんですよね。これはちょっと桜庭さんの名誉のために言おうかなと思って。いや、いいよ別にパンチドランカーでいいよ。マジなんか、うん、めっちゃ車の運転とかしてて、うん、すごい安全運転ですもんね、うん、ゴールドメイクですからねパンチドランカー運転してたら多分まっすぐ走れないですからね。多分車の運転とか危ないと思いますよ。 そう。あと格闘家あるあるは、うん、これは桜庭さんもそうですけど同じことを話す。そんなのだったら年いった人が同じことを話すのも一緒でしょ。そのおじさんおばさん同士も分かってる名前も言わずにあれとかこれとかそうそうそう、でもそのおじさんおばさん同士も分かってる。まあ、総合格闘技ではいないと思う。いないですよね。ぶっちゃけ言うと分かると思いますけど。分かるんですよ。総合の選手ですか？総合の選手。ボクサー。あのこれ P 入れなくていいんですけど、輪島浩一さんいるじゃないですか、はい、カエル飛びの、うん、俺輪島さんはずっとパンチドランカーだと格闘技やる前は思ってたんですよ。でもあの人の若い時の映像を見たら一緒なんですよ。だから、はいはい、元最初からこういう人なんだと思って。具志堅用高さんとかもそうだし、うん、みんな結構天然キャラみたいでやってるけど、僕はあの具志堅ジムも行ったことあるんですけど、すげえ、うん、実は普通と言うたらよくない感じだけど普通の方なんですよね、はいはいはい、だからやっぱキャラで作るのもあるし、あの時代のボクサーの人たちが大丈夫だってことは大体みんな大丈夫なんですよね、はいはい、と僕思うんですよ。ヘビー級の K-1 選手とかいっぱいいるでしょ。やばいと思います。あの辺の時代は倒れまくってましたもんね、みんな。
マークハント対ジェルブレバンナ、あれがめちゃくちゃ面白くて、トムヤで、はい、バーン殴られるけど、バンナがハントに怖い怖い怖いって言ったら思いっきりガーンって提案されるんで、バーンなってましたね、はい、あれもめちゃくちゃ面白い。本当にでも試合で記憶になくなったっていうのはバンナレシーバーとやった3回目、うん、3回目顎にバーン入って、うん、その後記憶飛んでそのまままっすぐ倒れてリングのマットにもバーンって頭2回あ、うん、頭揺れてるんですよ、はいはいはい、あの時試合が終わってから3時間ぐらいも記憶がなかった、うん、でなんか埼玉アリーナ控室で寝てってまず寝させられたんですよ。寝させられて30分ぐらいして最初の記憶があった1年ぐらい前だ。あれ俺なんでここにいるのって感じ。埼玉アリーナの控室の天井見てえっと起きて俺なんでここにいるのって、今日は何月何日だよね、うん、いやいや今日あいつと試合してやられて危ないからもう寝てくださいって寝て、でまた30分ぐらいして経つとちょっとね2、3ヶ月戻ってんですよ、うんうん、戻ってあれ今日何日だけどなんで俺ここにいるのって、はいはい、それを 3,4 回繰り返す、はいはいはい、でだん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 結構ちょっとだけ戻ってきて、はい、で最終的にその当日か前日ぐらいになって、はいはいはい、こうまた天井見ながらまたむくって起きて、はい、あれ今日これから試合なのに俺なんでここで寝てるのっていう感じになって、はい、それでその話の流れでここまで覚えてみたいな感じで戻ったそこまで戻った、ね、ここまでなんでやられたんだっけな、あここら辺まで記憶ある、その後はもう全く記憶ないです、ね、だから今でも、記憶ないのはバンダレーの3回目と3回目ぐらいですか、ぐらい他はまあ他は別に全然覚えてるし、あれヒーローズ初めて来た時の あれも全然覚えてる、覚えてるんですか、覚えてるんですか、あれ覚えてる、で確かに一発目入りました、はいはいはい、一発目入ったけど一瞬のバーン飛んだけどレフェリーにここ止めんじゃねえぞこの野郎って言いながらタックル入ったけど、うん、なかなか倒れない、全然倒れなくて、はい、めっちゃ柔道とかレスリングとか強い人なのかなと思ったら、はい、思いっきり掴んでるっていう、それセコンド教えてくれよって話やんセコンドもレフェリーも何にも言わないですもん、ロープ掴んだも何も言われないからめちゃくちゃ腰重い人だと思って、わかんないですもんね、はい、もう殴られて平手大丈夫ですか、酸化の症状の一つで水をちゃんと飲めないっていうのは、たまたまこぼしただけ、2回たまたまありますか、5回くらいまではあるでしょ、やばいですねまあまあたまたまだからいいでしょ、はい、パンチドランカーも、はい、僕の練習仲間もやっぱ試合で失神した後とかってもう同じこと 2、30回聞いてましたね、ああでも何回言っても、はい、もう同じこと聞くからもう面倒くさくなって、他のセコンドと一緒に、はい、いやお前あの試合の後倒れたとやばくて服脱いで踊り出したんだぞって嘘ついたんですよ、リングの上で本当かと思ったら前代になって、はい、ええとか言って、はい、そのぐらい何言っても分かんなかったですね、はい、あとね、もうそういえば記憶なくなったのもう一回ある、その時ユーインターの時の試合で、はい、金原さんにハイキックもらって、うん、でなんかのそのまま肩が疲れて帰ったんですけど、なんか奥の方に何かあったからあれなんだと思ったら奥歯が欠けてて、その時はバンダレシーバーとやった時よほどではなかった、うん、けど、はい、まあまあまあ一瞬だけで、なんかレフリー曰くボーって倒れた瞬間にいびきかいてたんですよ、あれいびきかくのやばいですよね、いびきはやばいって言いますよね、はい、いつもいびきかいてんだけどな、寝てるじゃあ桜庭さんは失神っていうのは試合で何回あるんですか、はい、金谷さんもまあ一瞬の、はい、バンダレシューはとかそれぐらいじゃないですか、なんかね病院の先生が3回 KO されると失神とかすると結構将来ボケる説があったんですよ、あ、はい、僕ゼロなんですよ失神、はいはい、だから多分僕は大丈夫で、いやでもボケてるじゃん今ボケてないです、マジで外で気持ちいいってこと、ビヨーン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 、僕は大丈夫で、いやでもボケてるじゃんボケてないです、マジで、で先輩に言ったら、いや俺やべえ俺3回だって言ってたら、はい、それ間違えて4回だったんですよ、すでに星野さんなんですけどでも星野さんボケてないじゃん、いや星野さんボケてないけどよくわからないことよくて、ね、そう、まあまあまあ、はい、これからボケるかも、そうそう、だからなんかあんまり3回以上危ないっていう説がある、あじゃあまあギリ大丈夫ですね、ギリって言うか全然大丈夫だって何を言ってんの意味が分かる、桜庭さあ、まあ、ちょっと靴逆じゃないですか、右と左が、普通じゃん、いやいやいやパンチドランカーじゃないですかこれ、いやいやあれこれ完全にドランカーじゃないですか、家出るときはちゃんと履いてたの、いやいやだから危ないですよ、電車も来るしこんないい時にだって歩けるし歩けるし逆なの、左右逆ですよ、どっちでもいいんだから
男はこんなことでね、チビ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 言わないよ。ドランカーであろうが、水こぼしたって吹けばいいだけ、ね、そう、吹けばいいだけ。こんなの怖くて格闘技やってられるから。そうですね。将来介護されるだけですよね。まあ。桜庭さんはとりあえずパンチドランカーではなかった。なんで今さら言ってんの。だから違うって言ってるじゃん。だからコメントでイメージでしょ。書いた人はよく見てください。元からこういう人でした。元からこういう人です。生まれてからこういう感じ。はい、そうです。若い時よりもダメージはあるけど範疇です。もう普通の人の範疇ないです。大丈夫です。アローナの膝蹴りやられたイメージがあるんだけど、あれは正直言うとあれは脳みそは全然大丈夫、うん、あれ表面の顔が腫れる、顔がボコって腫れただけで、はい、頭はちゃんと試合終わってから検査したんですけど、うん、そこは大丈夫です、はい、本当にダメだったのはバダリシーは3回目、ね、はい、ですね。わかりました。じゃあよかったです、健康で。健康でどういうことそれ。寒くなってきたんで、はい、そろそろ締めていただいてもいいですか。私はパンチドランカーではありません。いません。Oh,